皆さんこんにちは。今日の知っとくは電卓の便利な使い方のお話です。電卓では普通多くの人が足す、引く、かける、割るの4種類のボタンをメインに使っていることと思います。それ以外のボタンの使い道を知らない人も多いのではないでしょうか。例えば M プラスや M マイナスのボタンですが、これらはメモリー機能付きの足すや引くであるため非常に便利です。例えば100円の品物を5個、200円の品物を3個、300円の品物を3個買ったとします。普通は 100×5 と 200×3 と 300×3 の計算結果をそれぞれメモしておき、それらを足して合計を出すという方法が取られますが、このような時に 100×5 の後に M プラス、 200×3 の後に M プラス、 300×3 の後に MRC と押すことで合計の値を出すことができるのです。早速私も明日からメモリー機能を使いこなせるように頑張りたいと思います。